アルフレッド・ウィリアム・フィンチ、または、ウィリー・フィンチは、イギリス人の両親を持つベルギー生まれの画家、陶芸家で、後半生はフィンランドで活動した。ブリュッセルで生まれた。祖父母が1818 18年に、イギリスのエクセターからブリュッセルに移ってきた家系で、両親が1865年から、ホテルの経営を始めたオーステンデで育った。24歳になった時、 ブルッセルの王立美術学校で1年間学んだ。美術学校でギオーム・バン・ストリドンクやジェームズ・アン・ソウルといった画家と親しくなり、1883年に彼らと管理サロンの保守的な運営に対抗した美術家・グループ20人展の創立メンバーとなった。1887年に新印象派の画家ジョルジュ・スーラが20人展に招待されて、 ブルッセルで展示したグランドジャット島の日曜日の午後に影響を受けてしばらく天平の技法で作品を制作した。ベルギーでテオファン・デセルベルヘと共に天平で作品を描いた代表的な画家になった。1890年代に入って画家として十分な収入が得られなかったので陶芸に展示た。1897年にスウェーデンの画家、版画家で カレリアニズムと呼ばれるフィンランドでの工芸運動の推進者で、フィンランドのポルボーに家具、陶器工場を設立したルイス・スパルに招かれて、ポルボーに渡り、アール・ヌーボーのスタイルの工芸品のデザインをした。1902年にのスパルの工場の経営が破綻した後、ヘルシンキの美術学校の教授に任じられ、絵を描くのを再開し、絵画を教えた。その時点では、 天平技法を放棄し、ポールシニャックのスタイルに移った。フィンランド生まれの画家、マグヌス・エンケルラと1909年に美術家、グループ、セプテン・ライマを結成し、1912年からグループ展を開いた。ヘルシンキで死去した。ありがとうございます。